どうも、みさきです。以前公開したドッグフードのパッケージの見方っていう動画、ありがたいことにたくさんの方にご覧いただき、とても参考になりましたとコメントまでいただきました。この動画ではドッグフードに記載されている原材料や成分値の見方を簡単に解説しました。今回の動画ではもう少し踏み込んで、この原材料に注意というテーマで、注意すべき原材料やどのように回避していくのかといった内容でお送りします。いつもこのチャンネルをご覧の方なら、そんなの当たり前だよっていう情報も多いと思いますが、なるべくネット調べればすぐ出てくる情報だけで終わらないように詳しく解説していきます。この動画を見てドッグフード初心者の方も、すでにこだわっているという方も、パッケージの見方、ドッグフードの選び方、ワンランクアップさせてください。それでは本題でお伝えしたいことたくさんあるので、早速いきましょう。まず注意すべき原材料、避けたい原材料まとめてみました。1、粗悪なお肉。2、穀類。3、添加物。以上です。何言ってんだよ美咲、そんなの分かってるよって言われてしまうのは分かってます。安心してください。今回の動画ではこの3つを丸裸にする勢いで詳しく説明していきます。そもそも皆さん、粗悪なお肉がダメっていうことは分かってると思いますが、じゃあ具体的に説明ってできますか？第一主原料がお肉になっているドッグフードがいいっていうのは以前の動画でお伝えしましたが、そもそも表記されているお肉が粗悪なのかどうか、これを見抜く方法、これを今回ご紹介します。めちゃくちゃ大事なポイントです。例えばこんな表記見たことないですか？肉類、肉類ほか、丸々肉副産物、丸々パウダー、丸々エキス、動物性油脂、カキンミール、ミートミール、このような表記見てどうですか？具体的じゃないですよね。なんかふわっとしてますよね。このような曖昧な表記になっている場合は注意が必要です。もしかすると食用に適さない、本来なら捨ててしまうはずのお肉 4D ミートが混ぜ合わされている可能性があります。 4D ミートとはこのようなお肉の総称。このようなお肉を使用することで製造コストを下げ、低価格でドッグフードを販売することができるっていう製造者側のメリットっていうのがあります。まあ、もちろん我々からしたら怖いしかないです。そして先ほど注意と言ったものの中に、カキンミールやミートミールっていうのがあったと思います。ただこれに関してはちょっと勘違いしてほしくない部分がありますので、掘り下げて詳しく解説していきます。そもそもミールと記載されているものが全て危険なわけではないです。これを勘違いしている人が結構いらっしゃいます。まずミールとは何か、これは肉類を乾燥させて粉状にしたものです。じゃあメリットは何か、加熱乾燥することで生肉よりもタンパク質を凝縮させることができるので、タンパク質の多いドッグフードを作ることができます。逆にデメリット、ドッグフードとして加工する際に再度高温で加熱、その過程で肉本来の持つ旨味や香りが飛んでしまうために指向性を低下させる可能性があります。このようにメリット、デメリットの側面はありますが、与えて大丈夫なミールと注意したいミールっていうのがあります。カキンミールやミートミールに関しては良質なお肉かもしれませんが、飼育する鳥の総称であったり哺乳動物であったり、何の動物かがわからない表記でちょっとふわっとしてるんです。ではどのように回避してより安心なものを選べばいいのか、これは単純です。鳥だけ使用しているなら鶏肉ミールやチキンミール、ターキーだけ使用しているならターキーミールのように、とにかく明確な表記のミールを選べば大丈夫です。次に穀類、穀類とは主にイネ科の植物のことを指します。穀類のメリットはお肉に比べて原材料費を抑えることができるので、販売価格も抑えることができます。逆にデメリットは4つあります。食物アレルギーを引き起こしやすい、小麦などに含まれるグルテンはアレルギーや皮膚疾患の原因となります。太りやすい、穀類は糖質を多く含むため内臓脂肪がつきやすく肥満の原因となります。消化性が悪い、犬は体の構造上穀類を消化することを苦手としています。咀嚼をしないこと、唾液でデンプンを分解できないこと、腸が短いこと、そもそも体の構造上穀類を消化することに向いていません。内臓に負担をかける、消化性が悪いため消化器に負担をかけます。腸はもちろんのこと、上昇した血糖値を下げるためにインスリンを分泌する膵臓にも負担がかかります。このようにメリットに比べてデメリットの方が多いことが分かりますよね。
僕も穀類には注意してほしいという気持ちがある反面、ある場合においてはおすすめすることもあります。それは痩せているワンちゃんを太らせたいとき。先ほど消化性が悪いとお伝えしましたが、メーカーによっては消化性を良くするために創意工夫を施してドッグフードの原料にしているところもあります。消化性が良くなればその分太りやすくなる。つまり痩せてるワンちゃんを太らせる際にはこの消化性の良さと太りやすい性質が有効に働くので、このケースはむしろ僕はおすすめしています。ただこのような場合以外は避けた方がいいということになるんですが、じゃあどう回避していけばいいのか。これも単純です。原材料表を見て穀類、米、麦類、トウモロコシなどが使用されているものは避けていきましょう。ドッグフードに使用されている穀類がどのようなものがあるのか、あらかじめ知って覚えておくのがいいと思います。それでもドッグフードも値上がりの影響を受けるし、どうしてもコストを抑えたい、わかります。その場合、穀類を使用したドッグフードよりもさつまいもを使用したドッグフードを選んでみてください。穀類と同じような理由でコストを抑えられるものが多いです。でも穀類ほどのデメリットは多くないのでおすすめです。ただし穀類と同様に太りやすいというデメリットはあるので注意は必要です。最後に添加物。人間の食品と比べて規制されている添加物の基準が甘いっていうのは以前の動画でご説明しました。この添加物の回避の仕方としては、必要な添加物と不必要な添加物を知っておくこと。さらに言うと、不必要な添加物がどのような健康被害を招く原因になるのかを知っておくことです。まず必要な添加物としては、酸化防止剤。酸化防止剤はドッグフードの酸化を防止する上では必要になります。それ以外の添加物については必要ないので避けていきましょう。厳密に言うと、多くのフードに含まれるビタミンやミネラルも添加物になりますが、これに関しては問題ないので安心してください。ここから説明していく添加物が注意したいものになります。発色剤、亜硝酸ナトリウムと表記されていることがあります。ビタミン C 不足の犬だと胃の中でアミノ酸と反応を起こし発がん性物質に変化してしまいます。保湿剤、防腐剤。防腐剤はプレピレングリコールと表記されることがあります。発がん性に加え過剰摂取してしまうと元気がなくなり、運動失調、痙攣、貧血、呼吸が荒くなるなどなど起こります。着色料、赤色軟合、黄色軟合などと表記されています。発がん性、染色体異常、成長抑制、アレルギーなどが起こります。このように不必要な添加物とその添加物の危険性を知っているだけでも飼い主さんの記憶に残り、フードを選ぶ際の手助けになります。では今回解説した避けるべき、注意すべき原材料、ざっとおさらいです。まず1つ目、曖昧な表記のお肉は疑いましょう。肉類、肉類ほか丸々肉副産物、丸々パウダー、丸々エキス、動物性油脂、カキンミール、ミートミール、このような曖昧な表記なものはちょっと注意が必要。2つ目は穀類。太らせたいという目的以外ではなるべく避けていきましょう。コストダウンを考えるならさつまいもを使用したフードを検討しましょう。3つ目は添加物。必要な添加物と不必要な添加物を飼い主さんの考えに沿って取捨選択する。そのためには添加物にどのような影響があるのかを知っておく必要があります。今回の動画を見た後でいろんなお店でドッグフードを見比べてみてください。今までスルーしていたはずの原材料が手に取るように分かるようになっているはずですし、あれはダメ、これはダメっていう端的な知識だけでなく、いいもの、悪いものの取捨選択ができるようになりました。そう、この動画を見たことによってあなたはレベルアップしました。おめでとうございます。そしてワンちゃんが美味しそうに食べてくれて、なおかつ健康になってくれると、やっぱり飼い主としては楽しくなってくるんですよね。そんな風に楽しくご飯を与えてくれる飼い主さんが一人でも増えてくれるように、これからも配信頑張っていきます。この動画がためになったよっていう方は高評価、いつも見てるけど登録はまだしてないという方はチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。動画に関係ない質問やコメントでも気軽にしてください。お待ちしてます。それでは今回の動画は以上です。ありがとうございます。